マウソロス霊廟、マウソロス霊廟、マウソロス霊廟、トゥーム・オブ・マウスラスは、マウソロスとその妻、アルテミシアの遺体を安置するために作られた霊廟である。ギリシア人建築家のピュティオスとサチュロスによって設計され、スコパス、レオカレス、ブリュアクシス、ティモテオスという4人の巧妙な彫刻家によって、フリーズ、彫刻体が施された。その壮霊さから、 世界の七不思議の一つに選ばれている。また、ヨーロッパ圏で使用される単語、マウソレウム。一般に、巨大な墓のい英語、モセリアムはこの霊廟に由来する。マウソロスは、カリア国の首都を、ハリカルナッソス、現在のトルコ共和国ボドルムに定め、周囲の地域も支配下に置いた。この霊廟は、マウソロスの死後に、ヒアルテミシアが、夫のために建造した。 言われているが、実際には、マウソロスの生存中に建造が開始されたと考えられている。マウソロスの死から3年後、アルテミシアの死から1年後にあたる、紀元前350年に完成したと言われている。マウソロスは、紀元前377年から紀元前353年にかけて小アジア西部のカリア国を統治したアケメネスアサペルシアの州知事。 サトラップである。紀元前377年、マウソロスは、父の後を受け、カリア国の統治者となった。当時、カリア国は小アジアの西部地中海沿岸にあった、アケメネスアサペルシアの一州であったが、首都から離れていたことに加え、当時の州知事であった、マウソロスの父が、かなりの野心家で、近隣の都市や地域を支配下に収めていたため、事実上の独立国であった。そして、 息子マウソロスもまた、さらに領土を拡大し、最終的には小アジアの南西部全域を主中に収めようとした。マウソロスとその妹であり妻のアルテミシア、カリア国では統治者がその姉妹と、婚するのが慣習であった。家族内の力や富を維持するためというのがその理由の一つであるは、首都ハリカルナッソスとその周辺地域を24年に渡り支配することとなる。マウソロスは、 ギリシア語を話し、ギリシアの生活や政治に憧れていた。そして、ギリシアの諸都市が海岸沿いに作られ、民主主義の伝統を推奨する、優れたものであることに気づいた。このため、マウソロスは、これらの都市に劣らないような壮大にして、南高不落の首都を建設しようと決心した。この首都に選ばれたのがハリカルナッソスである。マウソロスは、ハリカルナッソスを、 無人の統治者にふさわしいとにし始めた。敵の攻撃に備えるため、町に面している湾を深くし、その掘り出した土で海峡の防御を固めた。さらに、城壁や見張り台も設置された。また、市場に隣接して大きな港を作り、その奥に隠れた小さな港も作った。この港は、敵の冬をつく攻撃に適していた。一方、内陸部では、一般市民のために、 広場や道路、家の整備が進められ、四つの門と二つの大通りが作られた。そして、ギリシア風の劇場や、戦争の神、アレスを祀った神殿なども建設された。湾の一角には、マウソロスの巨大な要塞型宮殿が建てられた。この宮殿は、海から敵の攻撃目標となり得る丘の上までしっかり見渡せた。紀元前353年。 マウソロスがアルテミシアに先立って亡くなると、アルテミシアは夫に感謝の意を示すために、当時の世界で最も美しい墓を作ることを決心した、マウソロスの生存中からこの墓の画があった、あるいは建設がすでに始められていたとも考えられている。これがマウソロスとアルテミシアの名を長く残すことになる大霊廟である。霊廟の建設開始後すぐに、 アルテミシアは自らに迫る危機に気づくことになる。マウソロスの死の知らせを聞いた地中海の征服地ロドス島が反乱を起こし首都ハリカルナッソスを攻略すべく海軍を送ってきたのだった。このことを知ったアルテミシアは大きな港の奥にあった秘密の港に自分の船を隠した。そしてロドス軍が上陸を開始するとアルテミシアの海軍は横から奇襲をかけ 見事に、ロドス海軍を撃破した。その後、アルテミシアは起点を利かせて、自らの軍を敵戦に乗せて、ロドス島攻略に向かわせた。ロドス人たちは、自分たちの海軍が勝利して帰ってきたと勘違い、したので、防御することもできずに街は陥落し、反乱は鎮圧された。マウソロスの死から2年後、アルテミシアも後を追うように亡くなった。伝説によれば、彼女は、 夫、マウソロスのイカヨワインに混ぜて飲み、悲しみのうちに生きたえたと言われている。この伝説から、アルテミシアは、献身的な妻の象徴にもなっている。マウソロスとアルテミシアのイカヨ入れた骨壺は、未完成の霊廟に収められた。そして、生贄として、大量の動物の死骸が、霊廟に向かう階段に置かれ、出入りできないように石やレンガで、階段は埋められた。プリニュースによれば、 霊廟が完成する前に依頼主が亡くなったのに建屋たちが工事を中断しなかったのはこの霊廟が自分個人の栄光と手腕の記念になると考えたからだという。アルケミシアは霊廟建設の費用を全く惜しまなかった。彼女は当時最も優れた建築家と芸術家を連れてくるためギリシアに使いを送った。こうして二人の一流建築家、ピュティオス。 サチュロスと4人の巧妙な彫刻家、スコパス、ブリアクシス、レオカレス、ティモテオスが造営に参加した。中でもスコパスは、他の世界の七不思議の一つエフェソスのアルテミス神殿も手掛けている。霊廟は町を見渡す丘の上に建てられた。工事場は、レンガの壁に囲まれ、建築家たちはその中で作業をした。まず、その中央に墓本体となる、石段が置かれ、 ライオンの石像を横に排した階段が石段に向かって築かれた。そして、この外壁に沿って神や女神の像が置かれ、角ごとには馬に乗った戦士の像が墓を守るように置かれた。これが霊病の第一層である。また、この層の上部にはギリシア神話や歴史の一場面を描いた彫刻体が施された。スコパスが東側、ブルアクシスが北、ティモテオスが南。 レオカレスが、西の彫刻を担当した。スコパスは、ギリシア人とアマゾン族、高戦的女性部族の闘争を描き、他の三人は、ラピテス族とケンタウロスの闘争などを描いた。第一層から第二層へと工事は移る。第一層から第二層へと三十六本の柱が、挙げられた。第二層は外に露出した円柱の集まりである。短い辺に九本ずつ。 長い辺に1一本ずつ柱が配されたと考えられている。柱と柱の間には一体ずつ像が置かれ、柱に囲まれた内側には巨大な屋根を支えるため石のブロックが積まれた。第三層は24段のピラミッド型の屋根であった。この頂上には巨大なクワドリが4等立ての馬車の像が置かれた。この馬車に マウソロスとアルテミシアの像が乗っていたとも言われている。何も乗っていなかったという説が有力である。根拠としては、ギリシア世界では、主のいない馬車は、主の死を意味していたこと。マウソロスとアルテミシアの像は、馬車の像のそばで発見されたが、彼らの像が馬車に乗る格好をしていなかったことなどが挙げられる。どうやら、彼らの像は、第二層あるいは、第一層に、 他の像と同様に置かれていたらしい。マウソロスの霊病は、ハリカルナッソスの中心地に何世紀もの間経っていた。紀元前334年に、アレクサンドロス大王によって、町が陥落した時も、紀元前60年前後に、海賊の襲撃を受けた時も、被害を受けずに残っていた。そして、1600年もの間、廃墟となった町を見下ろすように立っていたが、 度重なる地震によって、柱は、崩れ、屋根に乗っていた馬車の像は地面に落ちてしまった。1404年には、ただ土台だけが確認できたのみであった。15世紀の初め、西洋羽根騎士団がこの地を侵略し、巨大な城を建てた。1494年にこの城を要塞化することが決まると、彼らは、マウソロスレイの残骸を資材として使った。 さらに1522年、オスマン軍が攻めてくるという噂が流れると、彼らは、ボドルム、旧ハリカルナッソスの要塞を強化し、残っていた残骸もすべて城壁に使われてしまった。今日でもこの要塞跡の壁に、かつて霊廟に使われていた大遺跡を見ることができる。記録によれば、この頃騎士の一団が霊廟跡の土台に立ち入り、棺の間を発見している。 発見した日はすでに帰営の時間になっていたので、一段は棺を開けずに立ち去った。翌日、彼らが棺を開けると、あるべき宝やマウソロスとアルテミシアの遺体は、亡くなっていた。騎士たちは、周辺の住民か海賊が略奪したと主張したが、実際に略奪したのは騎士たち自身であったとも言われる。マウソロス霊廟の残っていた彫刻が砕かれて、城壁の資材とされる前に、 騎士たちはいくつかの優れた作品を移動して、ボドルム城に集めておいた。それらは、十字軍が引き上げた後も300年に、渡り底に保存された。また、これらのうちいくつかは、大英博物館に収蔵され、後の霊廟後の発掘にも、資料として影響を与えることとなる。1856年、マウソロス霊廟の遺跡を調査するために、大英博物館は、 考古学者、チャールズ・トーマス・ニュートンを送った。ニュートンは、プリニウスなど、古代の学者が書いた書物を読むなどして、おおよその大きさと位置は把握していた。ところが困ったことに、最も有望と目星をつけた場所は、住宅地になっていた。渋る所有者から土地を買い上げなければならなかったが、ニュートンはめげずに二ヶ月以上粘り、買い上げに成功した。そこを掘り進めていくと、果たして壁。 階段そして基礎が出土した。さらに、ペルシア王、クセルクセスの名が刻まれた豪華な壺も見つかり、ニュートンの核心は裏付けられた。その後、階段を埋めている瓦礫を切り込んでいくうちに、霊病入り口の廊下が見つかり、棺の間も掘り当てられた。無論、そこはすでに略奪された後で、何も残っていなかった。1960年に行われた。 考古学者の調査では、西洋羽根騎士団が立ち入るずっと以前に、盗賊が棺の間の下にトンネルを掘って略奪していたらしいことが明らかになった。加えて、マウソロスとアルテミシアの遺体は仮装されたので、棺の間には遺界を入れた骨壺しかなかったとされている。現在も霊廟の遺跡はボドルム市内に残されており、遺跡の横には博物館が建てられている。 この博物館では近年の調査に基づく見解並びにかつて霊廟にあった礎石や彫刻などの遺物を見ることが切る。またイスタンブールにはトルコの歴史的建造物の一つとして霊廟のミニチュアが置かれている。現在大英博物館にはニュートンたちが見つけた遺物に加え十字軍が入手し後にイギリス大使の手に渡ったマウソロス霊廟の彫刻が収蔵されている。 有名なものを挙げると、屋根の上に乗っていた馬車の車輪と一匹の馬の像、77の断片から復元された、マウソロス像、八頭の獅子像の断片などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。